チャンネル。キャンプを終えて今何を感じますか？まあ、早かったなっていうね、はい、そういう印象です。この1ヶ月振り返りまして MVP を、まあ、野手は吉岡かなと、糸井かなと、最年長でありながらね、もうフルメニューをやりながら、その中でもしっかり結果を出して、吉岡が頑張ってくれるっていうのは若い選手全員見てるんでね、41歳になりながらもね、レギュラーを取るっていうね、そういう気持ちで過ごした1ヶ月だったので、まあ、野手は吉岡かなと思います。投手の方ではどうでしょうか？そうですね、まあ、新人の中でね、まあ、桐敷は使えるんじゃないかなという目処は立ったと思ってますし、あまりこうこれが必要あれが必要っていう部分が少ない、まあ、いい意味で安定している、1年目からこう安定したものが出せる力を持っているという評価をね、できる1ヶ月だったので、まあ、どこでもやれるだろうと思います。ずっと安定して良かったと、いうところと、まあ、やっぱり慎太郎かなと。ブルペン見ててもね、本当に自分の中でこう自信に、なってる、一球一球の積み重ねから、よしこれでいいんだこれでいいんだ、今年はこれでいくんだっていうようなものがしっかりありながら、まあ、そこに対して自分が、投げたボールの納得度っていうのは、例年以上に上がったボールが増えてますし、その安定した、その高いところで安定したっていうところがずっと続いてるっていうのが、去年よりもさらに今年いいところにつながっていると思います。オープン戦、そして開幕までも残り1ヶ月切りましたけれども、どんどんシーズンに向けてになってきますので、全体的なチームの戦力でこう戦っていくっていうところをしっかり作っていきたいですし、もう一方でね、ファームで頑張ってる選手をこっちに呼びながら前側も見たいですしね、そういうところでは、井上康太も見たいし、まあ、見たい選手はこっちに上げながらね、また競争を激化してやっていくオープン戦になると思います。非常に有意義な時間を過ごしたと思いますし、いいキャンプ、いい調整できたんじゃないかなと思ってます。感触だったりも変わってきてますし、体の使い方とかも変わってきてますし、まあ、そういうところが、自分自身変わってきてるんじゃないかなと。結果残して、長いイニング、先発として長いイニング投げて、シーズン終わった時、今日の岩崎さんも言ってましたけど、はい、100点ですと自分で言えるようなシーズンにしたいと思います。楽しかったです。はい。
せなかったのと楽しかったのって何割なんですか？いやもう楽しかったですよ。こうみんなとやることによって体が動きましたんで逆にみんなの力を借りたかな、はい、で、まあ、僕自分自身に勝つというか、まあ、勝ちました。監督を予祝しましたけど、もうあれであれをやる、やっぱり今までそれだけです。まあここからが大事になってくると思うので、みんな力合わせて、優勝に向かっていくんで、応援またよろしくお願いします。 OK、 ありがとうございます。そうですね、ありがとうございました。井上村の皆さん、阪神営業さん、浦方さん、スタッフの皆さん、1ヶ月間お世話になりました。皆さんのサポートのおかげで、全員が揃ってこのキャンプを終えることができました。本当にありがとうございます。チームは去年から、黄金期に入り、ゲーム差ゼロのところまで来ましたが、あと一歩、あと一勝、このあと一つがとても大きく感じました。今年のスローガン1にかけるは、去年の悔しさを知ったからこそこのあと一つを、心に、刻まれています。この3年間で矢野さんから教えていただいた姿勢と楽しむ姿勢はチームをすごく成長してくれました。勝っても負けてもスポーツの良さが届けられる最高のチームになります。来年いい報告ができるように頑張ってきます。全国の阪神ファンの皆さん、そしてファンの皆さんの前でキャンプができたこと、すごく力になりました。皆さんの前でシーズンが迎えられること、すごく楽しみにしています。1ヶ月間、本当にありがとうございました。それでは一丁締めで締めたいところですが、今年は、阪神らしく、また楽しく締めたいと思いますので、ラパンパラ締めで締めたいと思います。ラパンパラ行きます。